はい、ジャックの選択肢ですけど、立野さんここ変えればどうにかなるんじゃねえかなーってちょっと思うんだよな。気休めや激励の言葉など無意味なんだよ。気休め、これは激励っぽくない？お前に勝ち目はない。勝ち目はない、本当に。どうなったかな。これで変わんないかな。あの場面でやっぱり、あの場面でさ、あ、ほら、なんか変わったっぽくない？でも、なんかそれ以前にもなんかある気はするんだけど。ん？銃を向けて、なんだっけ？どっからだ？あー、怖いなー。怖いなー。いやー、ここも悩むよねー。でもやっぱり、付け入られると思うんだけど、まあ、とりあえず、容赦しないよ。あ、でもな、喧嘩売らない方がいいのかな。お前は撃てない。友人の妻を殺してしまったトラウマを抱えている。いや、こうなっちゃったらもうダメかもしれん。怖い。これ本当に笑ってる？立野の脳裏に琴音の最後が蘇った。あ、辛いよ。あの時発砲していなければ、琴音は死ななかったのかもしれない。たらればだよ、そんなん。お前が友人の人生を変えてしまったのだ。なぜ犯人への説得を試みなかったのか。理由はわかっている。それは琴音を愛していたからだ。大輔の妻になってもまだ琴音を愛していたからだ。自分の力で彼女を救いたいという思いが極限状態での判断を鈍らせてしまった。立野くん、私といると楽しくない？琴音が寂しそうな顔をしている。楽しくないわけはなかった。立野は琴音といると心が安らいだ。しかし付き合いが深くなればなるほど心がかき乱されることが多くなった。幸せの形がわからない人間に誰かを幸せにできるわけなどない。できることなら琴音にはいつも笑っていてほしかった。それにはそばにいる男が自分であってはならない。立野さん、もう二人で会うのは予想。立野がぶっきらぼうに言うと琴音の顔がくしゃっと崩れた。かわいい。嫌いで別れたわけではなかった。人の温かい気持ちを求めていたからこそ、それを失うことへの恐れもまた強かった。不安だったのだ。琴音に愛情を求めすぎてしまうのが何よりも怖かったのだ。中高生でこれ分かってたら本当にすごいですよ。何十になってもわからない人とかいるから。あ、俺は、震える拳銃が少しずつ下がっていく。立野の心は折れる寸前だった。カナンの悪魔のような囁きは続く。私を殺してもいい。しかし、私がアルファルドではなかったらどうする？情けない顔をしながら立野はカナンを見つめた。お前はまた取り返しのつかないことをすることになる。何このカリスマ性は。取り返しのつかないこと。とぼけたようにお迎えしをする。そうだ、それでもいいのか。よくない。俺はもう、同じ過ちは、早く、来て、ジャック！全身がバラバラに砕けそうだった。その場に座り込んで子供のように体を丸めたかった。助けて、琴音さん。だからお前に人は撃てない。
俺に人は撃てない。そうつぶやいた瞬間、立野の脳裏に加納の顔が浮かんだ。撃てます。加納、泣きながら加納は銃口を向けてきた。どんな状況でも守るべきものを見失わない刑事に成長していた。あ、忘れるところだった。最後まで加納に敬礼されるような刑事でいると心に誓ったではないか。ああ。立野はもう一度銃を構え直した。無理をするな。お前に人は撃てない。カナンが子供に言い聞かせるように言う。撃てる。カラカラに乾いた喉から声を絞り出した。守るべきものがあれば撃てる。かっけえ、立野さん。自分に銃口を向けた加納の姿が恐るべき相手に立ち向かう勇気を与えてくれた。出来の悪かったあいつが俺に教えてくれたんだ。ああ。カナンが冷たい目をしてスッと銃口を立野に向けた。火花が散る睨み合いが再び始まった。しかしすぐに立野はカナンとの力の差を実感した。カナンの全身からは死のオーラが吹き出している。なんやって、向かい合っているだけで喉元にナイフを当てられているようだった。殺気、おそらくくぐり抜けてきた修羅場の数が圧倒的に違うのだろう。絶対に勝てない。 100% 殺される。カナンと向かい合いながら立野は死を覚悟した。それでも加納がパスワードを聞き出すまではなんとか時間稼ぎをせねばならない。この相手を前にしてそれがやれるだろうか。いや、やってみせる。刑事として、人として、命に代えてもやらなければならない。たとえ背負ってきた罪が清算できないとしても、いやー、立野さん、早く来て、ジャック。ああ、ここで立野さんは、そんな、どうにかして、どうにかして。はい、ジャック行きましょう。ジャック。でもな、カノーとアチは 2B コンティニューだから、本当にエンドって出るんかな、立野さんみたいに。間に合ってくれ。祈るような気持ちでアチが電話に出るのを待つ。ジャックか、どうしたんだ？すぐにアチが電話に出た。あれ、私今アチって言った。カノーって言わなかった。取引はどうなった？刑事さんがアルファルドを捕まえた。パスワードも聞き出して研究所に連絡したみたいだ。これで事件は解決だろ？アチの嬉しそうな声が耳に届いた。いや、まだだ。これから私の言う通りに行動してくれ。返事が来るまでに間があった。なんで？どういうことだよ。瞳を助けたいなら黙って聞け！あ、大声で頭ごなしに怒鳴った。わかった。それでどうすればいい？素直。まず瞳の携帯の電源を切れ。携帯の電源？なんで？おそらくこの辺に爆弾が仕掛けてあるはずだ。あ、この辺、その辺。ダメだ、後追いをして。読めねえ。なるべく冷静な口調で伝えた。爆弾？ハチの声が裏返った。加納が捕まえたのはアルファルドの替え玉だ。本物のアルファルドの狙いは替え玉と瞳を同時に始末することだったんだ。カナンがアルファルドだったことまで説明している暇はない。そもそも話したところで混乱するだけだ。いいな、まず携帯の電源を切れ。それから爆弾を探せ。ああ、わかった。ハチは慌てた様子で電話を切った。大丈夫かな。お、これで交差点の方はなんとかなるはずだ。ま、なんとかかんとか。あとはアルファルドをこの手で捕まえるだけだ。捕まえて、ジャック。ハンドルを握る手に力が入る。
湧き上がってくる激しい感じを抑えることができない。そうだよな、弟の仇。ジャックの脳裏にフランクの最後の姿が浮かんだ。ああ、瓦礫の隙間から血まみれの手だけが見えた。そんな、あの日、あの瞬間からジャックにとってアルファルトは、仇。仇？ん？仇的。なんかある気がするぜ、これ。一人きりの大切な家族を奪われた恨みは絶対に忘れない。そうで読めない。兄さん、こいつが片付いたらビールで乾杯しよう。ああ、わかった。兄さん。ジャックはパニックになっている人たちの誘導を始めた。その間もフランクのことが気がかりで仕方がなかった。残り時間が30分近くもあれば大丈夫だ。応援は間に合うに決まっている。懸命に自分に言い聞かせていた。防護服を着込んだ爆発物処理班が校内に駆け降りてきた。お防護服だ。防爆スーツとも呼ばれる。爆発物処理を行う者が着用し、爆風や破片などから体を防護する。ただし、処理作業中に大きな威力の爆弾、例えば数百グラム以上の C4 などが爆発した場合には無傷では済まない。すげえ。ちらりと腕時計を見る。あれから15分ぐらいしか経っていない。液体窒素を使えば余裕で爆弾の機能を停止できるはずだ。よかった。フランクは助かる。そう思った瞬間だった。ああ。鼓膜が破れるような轟音が響き、校内は激しい振動に包まれた。慌ててフランクの方を振り返った。そこはすでに瓦礫の山となっていた。なんで？タイマーが嘘だったの？後で調べて分かったことだが、表面に見えていた爆弾のタイマーはブラフだった。なんて卑怯なの？もともとあの爆弾は次元式ではなく、これまでの手口通りに遠隔操作で起動したらしい。遠隔操作。電流が流れることで起爆する。電気雷管が発明されると、それまでの導火線式に代わって、電気起爆式が一般化した。現在テルなどでは携帯電話や自動車のリモコンキーを利用した起爆装置が増えている。電気か。残り時間を見れば安心するという心理をアルファルドに逆手に捉えたのだ。本時何歳よ、そしたら。いくつなの。確かに大勢の人の命を救うことはできた。しかしその代わりに弟の命を犠牲にしてしまったのである。本当に自分の判断はベストだったのだろうか。そんな自問自答を今でも繰り返す。もっともいくら自分を責めたところでフランクが帰ってくるわけではない。弟のためにできることがあるとすれば、それはこの手でアルファルドに復讐することだ。復讐か。ジャックはアルファルドの姿を求め続けた。アルファルドの情報が得られるのならば、いくらでも非常になることができた。目的のためなら手段を選ばない奴が相手なのだ。ならばこちらも手段を選んではいられない。いつしか自らの手を汚すことにためらいがなくなった。ジャック、アルファルドの影を感じればどんな危険なことにも首を突っ込んだ。奴に復讐できるのなら自分の命など惜しくはない。手負いの獣のようにならなければ、奴の喉元に食いつくことなどできやしない。すべてをアルファルドに復讐するために、自らの手を血で汚し、人の心を捨てて獣のようにアルファルドを追い求めて、ただひたすらにアルファルドを求めて。いやー、来たよ、復讐という、復讐の鬼が。瞬く間に2年という月日が流れた。2年か。そしてジャックの脳裏をよぎった思いは、わあ、覚悟など生ぬるい。死をもって。どこまでも汚れ非常にならねば奴には勝てない。復讐を遂げた時か。どう思うかな。
頭に浮かんだフランクは笑顔ではなかった。結局奴を殺しても弟は帰ってこない。呆れるほど分かりきった答えである。しかし復讐なんて馬鹿げていると頭では理解できても、心は今も憎しみの黒い炎で満たされていた。どうかな。大越製薬の研究所がようやく見えてきた。ゲートの前に人が立っている。あ、よかった。立野とカナンになりすました女だ。互いに拳銃を向け合っている。どうやら間に合ったようだ。間に合った。車を二人のそばに停車させると、ジャックはシートの脇に手を入れた。そばでいいんですか？まあまあ、来るって分かってるしな。取り出したのは最強の自動拳銃であるデザートイーグルだった。ねそれ。アメリカ・ミネソタ州のマグナムリサーチ社が開発し、イスラエル・ウェポンズ・インダストリーズで製造されている自動拳銃。使用弾薬によっていくつかの種類があるが、50アクションエキスプレス弾、50 AE 弾のバージョンは、ボン用の自動拳銃としては最大の威力を持つ。へぇ。ジャックが受けている命令はアルファルドの確保だ。汎用だ。その任務を遂行するには小型のグロックの方が適している。うん。それでもデザートイーグルを携帯することにした。いいんですか？まあ、でも、容赦しない方がいい。ジャックは車を降りると女のそばに歩み寄った。ジャック。立野が青白い顔をこちらに向けた。もうギリギリだよ、立野さんは。静かにうなずいて答えた。女はかすかに笑ったように見えた。余裕の笑みのつもりなのだろう。しかしその自信もこれまでだ。大沢ひとみの携帯だが、電源を切るように伝えた。ジャックがつぶやくと女の目元が反応した。今頃はお前が替え玉に持たせた爆弾も処理されているはずだ。女は黙ったまま何も答えない。どうなんだろう、結構距離あるから爆発したとかはわからないか。もちろん研究所のロックも解除済みだ。わかったか。お前の計画は完全に失敗したんだ。女の目つきが鋭くなったように見えた。世界中を駆け巡り、アジアの小さな島国でようやくたどり着いた。長い長い旅だった。長い長い苦しみだった。そんな旅と苦しみから解放される時が来た。なあ、ちょ、綺麗すぎる。やっと会えたな、アルファルド。いやあ、ちょっと待って、これどうなるの？え？あ、アンド、え？ホイダラ？ほ、ああ。ああ、最終章だ。すごい、この演出かっけえ。これ、あ、戻れねえ。もう主人公選択画面に行けねえ。みんな並んでるとこ見たかったな。さすがにそれはぎゅうぎゅうすぎて無理。父と娘か。わあ、いろんな父と娘がいます、このゲームには。はあ、ああ。